と五十嵐の美香で二人合わせて七飯。おはようございます。おはようございます。暑いね。暑い。もうスルーしちゃって、こっちもちょっと控えめのスルー控えめのスルー、お揃いですね。やばい、暑いわ。いやでも暑い、暑くなるとね、ほんとマリアさんびちゃびちゃになるからさ。ほんとびちゃびちゃ、もうびちゃびちゃです。昨日もびちゃびちゃだった。今日も朝からおでこ光ってるもんね。代謝がいいのよマリアさん。なんか全身やばい、今全身びちゃびちゃ、びちゃびちゃになっちゃうからね、はい。まあ、前回もマリアさんプラスで終わって、マリアはまあ ね連勝記録を更新中と、更新中ということで、で前回が、しーちゃんがちょっと負けちゃって、ちょっとじゃないけどね、あの七飯のあのトータルの個人収支がマイナスに突っ込んだと。1000枚ぐらいマイナスなんかな。でもまあそんな1000枚だけどね、今日取り返せるって。そう、まあ、個人的にはそうだけど、個人プレーじゃないんで、やっぱり七飯っていうのは。あ、そうなんです。そう、2人で合わせてなんで、そこはやっぱりね、ちょっと相方にだいぶ迷惑をかけてしまっているのと、私がもうちょっと頑張ったらクオカードとかもね、プレゼントできたりとか、プレミアムの方も狙えたりとかってあるんで、だから私昨日本当に良くない、マジで真剣にやらないとって真剣に考えたの、うん、ちゃん。なんだっけ、へその緒も切れるみたいな言葉あるじゃん。わかんない、ごめん、学がないなんだっけあれ、忍冠忍冠堪忍袋、ね、全然違うんですけど堪忍袋も切れるっていうじゃん。なんか全然違うくないごめん、へその緒じゃなかった、私の堪忍袋。そう、何ですかそれ。え、なんか堪忍袋の緒が切れる、うん、めっちゃ怒っちゃうみたいな。そう、仏の顔持ったやつ。そう、3度まで、もう3度どころじゃないから、何度犯してる。そう、何度私は罪を犯しているんだって感じだから。でも今日あれでしょ、占いでいいことをしたら、自分に返ってくるってことで、そう、今日は出してくれるってことね。そうやん、だからとりあえず今日はもうスタッフの皆さんとかマリアにも、ドリンクをちょっと購入させていただいて、暑いんでね、水分補給しっかりしていただいてから。欲しいです、すごい。2本ほど、2本はちょっと贅沢1本でそこの100円自販機があったんで、そこでちょっと購入させていただきますので。なんで100円、え、もうちょっと200円ぐらい、私レッドブル飲みたい。レッドブルは100円じゃ買えないから。レッドブル朝から気合い入れないといけない。遠いよコンビニ、ちょっとこっからね。今回は朝からなんで、こちらのお店。そうなんで、いつもね夕方で。そう、私ちょっと苦手な夕方のイメージあったんですけど、初めてのね、朝から入場で七飯やらせていただきますので、はい、ここはもうしっかり勝たないといけないんじゃないかな、はい、言い訳聞かないからね午後からだからとか言えないからね。そうそう、言えないから、ね、まあ、しっかり好カードプレゼンできるように本日も頑張っていきたいと思います、はい、せーの、七飯。整いました。はい、ということで今日2人で並びで、はい、本堂の下宿もやっていきたいと思います。お願いします。スタート。別に、あ、ガックンした、ガックンしました、ガックンしました。なんか私毎回打ってる気がする私が今日本堂抽選番組に勝ったら打とうと思った理由が、昨日マリアに明日何打とうっていう話をしてた時に、マリアは結構このメタルクラッチ尼崎スロット専門店さんに来る時に北斗を打ってて、で実際になんか入ってる感じがあったって。なんか先月、4回ぐらいお邪魔させてもらったのねたくさん来てるよね、たくさんお邪魔させていただいてて、でその宿命で六角が出たっていうのを打ってた方が教えてくれて、次来た時も私も打とうかなって思ってたから。あ、そうなんだ。だからそれで、あ、じゃあ今日は北斗打とうかなっていう風に思ってたんで。あとさ、メトロクラッチさん、朝から初めましてみたいなこと言ったけど、そういえばあったよ。あのね、でもね、すっごい前の時、初期の頃。そう、ちょっとしっかり狙ってなかったかもしれない、判別ができなかったです、すいません。2回目くらいじゃなかった、あったよね、七飯聖夜打った時だよね、そうそうそう、2人で朝一から聖夜、いい結果残した時。
あ、でも門だよ、もう門だけどケンシロウではないか。はいはい、あ、頼む、いい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 、あれだ、あ、来た、やった、やった、早い早い早い、ちょっと今までのを取り返しますわ。当時4本で素晴らしい、46枚勝ちの4本で行きました。よし、頑張ろう。一発で決めたね。一発で決めた。1000枚は欲しいな、1000枚。1000枚、ね、余裕ができるね。余裕ができる。さあさあ、よし、うまい。あ、8枚が揃ったんだけど私。あ、しかも1ゲーム目、1ゲーム、え、初めて揃った。さ、3時、3時すげー、え、あるある、あったんだ。あったか。あ、でも通常時だったから。いやいやいや、通常時だから、ほぼ通常時見たらもうだから1ゲーム目だから。やった、初めて聞いて嬉しい。めっちゃ焦るやつ。あ、大人の事情があるからね。ちょっと聞きながら打ちたいけどね。そうそう、収録はね。やったー、素晴らしい、頑張るわ。本当に、いい感じ、いい感じ、いい感じね。とりあえず1セット100枚は欲しい。欲しい。あ、言っちゃった。そんな欲張りなこと言ったら言っちゃいました。さあ、安心安全の、安心安心、本当に。今日のケンシロウはどうかしら、強いかな。セット目ヒットスタート、ちょっと音量上げれる。おー、いい、うまい、気持ちいいね。おお、これ嬉しいね。いや、絶好調だよ、来た来た、絶好調。3連続は嬉しいね。こうやってスコって出すんだよみたいなね。いいいい、うんうんうん、最高、すごいよ。かわいそう、見て、もう、そんな吹っ飛ぶぐらい吹っ飛ぶ。よし、あ、またまた、嬉しい悲鳴ではあります。本当だね。スイカ、はい、びっくりした、綺麗、全然全然、こっちがちょっと今音量が、あ、そうだから、イヤホンからね。イヤホンから相手の音がね、やっぱ聞こえちゃうもんね。そう、いい音でした。私より聞こえてるから。聞こえてる。249。オッケー。ゲーム。二時。5セット目のバトルです。愛を取り戻せが流れておりますよ。聞きたいところですね。え？聞きたいよね。聞きたいよね。テンション上がるよね。あ。おい。当たってる。当たってるかな？それは。当たってるよ。まあどっちかは絶対当たってる。あ、当たりました。あ、277ゲーム、2時、よかった、広告だったかな、やっぱり広告の可能性あるね、うん、9本でございます。でも広告じゃなかったとしてもね、うん、設定的にはね、設定的に期待できる。さあ、私もなんとかちょっと、まあ、早い、早い方です、この初当たりは。全然早い、全然早い。ゆみちゃんと一緒に青七頑張りたいと思います。やったー、嬉しい、頑張ろう、頑張ろう。よし、真です。15ゲーム、これ2人でさ、仲良く感想とかしたらやばくない？最高、それはもう最高だって。もうマリアもさ、どうやって出すか知ってるわけじゃん。そうよ、そうよ、最高だよね、これ感想出たら。あ、あ、お大事だ、あ、やばいかもしれません。大丈夫大丈夫、マリアさん大丈夫、あんなに耐えたの？だよね、あんなに耐えたけど、すごい綺麗な顔してます、シンさんが。ちょっと全然ダメージ与えられてない。あ、何、なんか、え、何、あ、チャンス目、え、けーんだよ、けーん。
よね。敬遠です、ここは。敬遠、行きます。あれヘトッキあれあれ、誰も剣を呼んでない呼ばれてないんで人気ないよ。お家帰るって。さんお家帰りますみたいな。でも1セットで163枚すごくない？枚数は1セットにしては取れた。気持ちだね。いやだ執念はあったんだけどね。あったね。ちょっと追いつかなかったな。ジャッジ龍河さんとの初バトル本日。ああ歌が流れた。大丈夫です。さすが聞きましたよ。聞きましたね。乗ってます、乗ってます、乗ってます。ほい、ついちゃおう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 。え、つきたい。私もえ、つきたい。私もこいつそこ硬いっしょ。硬いのよつけないのここね、うん、つける瞬間があるのよ。やっぱ選ばれたものしかこうつかせてもらえないんだよね。そうなのよ、タイミングがあるんですよね。そうなんですよ。痛いよ今日。何回つけるかな何回つけます。私あーなんじゃその会話。何回もつきたい。何回もつきたいね、うん、いつでもつける。10回くらいつきたい。もう指の運動はもう完璧だもんねなんで指の運動か。いつでもつけます。意味わかんないごめん、そこは意味わかんない。指の運動は完璧ですって何。マリアね、あんまりマリア大体乗っかってくるけどさ、あごめん、初めてくらい、わかんないって言われたかもしれないじゃあこれさ、行くときにさ、あ、突き指しちゃう。そうそうそう。あそれは危険。爪とかもちゃんと短く切っちゃう。そうそうそう、人差し指だけは絶対に万全にしとかないからね、やっぱ傷ついたらダメだから。そうなんだよ、大切だから。ここはやっぱここをつくためにネイルしてないからそれは嘘、それはもう嘘です、うん、ネイルめんどくさいだけです。違う、これを考えたらネイルちょっとできないなって思ってる今思いつきました私知ってます、昨日その話しました。覚えてる、うん、最近ちょっと昨日言いそびれたんです。うちらネイルとかやらないよねみたいな。そうそうそう、やりたいよね夏だしっていう話、うんうん、あそんなこと言ってたらちょっと、あちょっと待って、大丈夫、ちょっと待って、ちょっと危険、うん、なんかあビビーのアピールしてきたけどケンちゃんも違うの、大事な場面だから。そう大事だよ本当に。今 10セット目でしょ、ごめんねやめて。つくぞとか多分思ってないから、つくぞとか大丈夫、これ負ける可能性あります。かなり飛行つこうとしてるよ。飛行つこうとしてる、うん、大丈夫。逆に疲れないように気をつけて、うん、疲れるかも。ない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 、だい、いや待って、え大丈夫、いやこれはやってるかもしれない。やばいかも、動いてない。うわあ、うわじゅ10だよ。だいもうちょい頑張ればっていうとこ。うわ、うわ、本当にごめん、なんかペチンがちょけたからかなって今10セット724枚。タイミング、ごめんね、本当にタイミング悪かった。ちょっとめっちゃ余裕だと思ってしまってた、ごめん。いやーでも楽しかったね。うん、楽しかった、うん、いや絶対出たほうがね。そういえばさ、うん、ちょっと待ってください。はいあ、来ました。98ゲームです。何ですか。いや大丈夫です、今今大丈夫、後でちょっとこれだけ見させて。風ぶわー出ましたけど当たりですね。 あらあれまあえらい音しました。あ、赤、真っ赤になりました。チャンス目を引きました。そしてあ、なんかすごいお祭りになってる。当たってから引いてほしい。あ、ここだ。
当たりました。早い125ゲームです。天才二度切れ、ギリギリですけども追加投資なしです。おお20枚残して、それが嬉しいね。やったー2回目の初当たりです。おお当たりました。ほい、わこれ伸ばそう。よし、赤玉ちょっと難しいんですよね。難しいですか。そう、あ、200枚スタート。おお、ラッキー、ラッキー。もう、チェ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 。広角でチャンスね。広角、いい、いいね、いいね。あ、白い玉のおかげ。白い玉何まだ赤ですよ。白い玉何ね、白い玉って、あーそうだね、そうそうそう、七星チャンスね。何のこと言ってるのかな。七星チャンスの白い玉の、そうだね、それのおかげです。おかげのおかげで、あれが当たったらね、ごめんね、唐突で、うん、自分の中でそう思ってね。あ、思ってね。ちょっとごめん、主語がなかった。白い玉、うん、白い玉なんて言う。分かった分かった、ごめんね。もうこれから理解した。白い玉はあやってねって。緑の玉もあるもんね。そう、赤い玉もあるし、あ、一番いい玉、あ、金の玉も、金の玉ほら、何何何金のと間違ってない、金の玉ですよ。金の玉あるよ、あるですよ、ある V のね、ドのだから、はい、うん、朝だよ。やめてやめてください、本当にもう白い玉しか言ってないのに、そっから発生して金の玉まではダメです。今、緑と青のさ、玉がさ、いるからさ、金の玉出して、金の玉出して、金の玉出してくれたらいいと思う。わぁ、わざとだよ、ほら。あぁ、この顔、この顔わざとだけど、顔だからみんな、みんなこの顔。え、どんな、ね、みんなこれ、どんな顔？え、この、しらじらしい顔。いや、ほんとに。私は何も言ってない。意地悪してる時の顔だから。白い玉しか言ってない。何回白い玉言う。大好きや、白い玉。白い玉好き。うん、バーベキューまで来た。あ、きつめだった。きつめの道分かります。ユリア、もっとユリアさん、ひとき、おるさー、よし、赤くるんじゃない。赤、これで今 65% もうちょいチャンスだよ。あと何ゲーム、あと6。お、結構ある。やばい、またここで3人いただけますか。ここ、よし、よし、あと1人でみんな揃う、みんな揃う、あと3ゲーム頼む頼む。あー、あー、来た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 来ました。はい、やりました、全員集合、素晴らしいです。さあ、AT 確定しました。初めて見た私も、すごい連想になるんだ、華やかに彩ってくれております。綺麗だね、なんかね、いや、マリアが頑張ってくれてる、おかけよ、それいい、また2人で消化できる。本当に。
じゃないですか。やばいです、あと8枚です。あと8枚、死の息です。終わります。なんでくねー、あと4枚終了でございます。10番700、でも700枚でマスター出たね。58枚、高設定下です。赤7専用の高設定下が出ました。青7でいうあの女性たちと。あ、そうだね、あんまりね、赤7で赤7の服自体が好きじゃないから、そうなんだよ、圧倒的にね赤7は好きじゃないから。なんか一時でざわつ、あ、これ待って、一時で当たったんじゃない？ね、一時で当たったって。リプレイの可能性もない。リプレイもあるのか。もうさっき一時を引いてざわみたいな。じゃあ一時でざわ。一時でざ当たった。一時で当たるとどう？めっちゃ薄いよね多分。これは当たりだよね。いかれたな。あ、つかしてもらいました。月指に気をつけて、ありがとうございます。85ゲーム、はいよ、早い。1時1.3%1.3% 射止めました。打ち解き追加成立値 1.3% かな。リプレイだったら設定して 0.01% 6で 0.21% 設定差があります。リプレイはリプレイは設定差があるのか。4成分の1と8万分の1、うん、だいぶ違うね。だいぶ違います。2倍。でもどちらにしろ薄いところは引いてます ね、 薄いところ引いてね。当たります。85ゲームです。持ちメダル。当たってる間に、本当に本当にまだ当たってる間に私も当たりましたよ、ね、青7すごっ。本当に最高の展開じゃない。気合で持ってきてくれたら1点3パー引いてなんとか戻そうと。そうしゅんちゃんやばそうだからみたいな。終わっちゃいそうやばいみたいな。そんな調節できない。めっちゃラッキー。やばいよ、私終わりそうだよ。本当ラッキー。ああ、そうそうそう。え、嘘、危険？本当に危険これは。私もちょっと青菜がさっき単発だったので、ここをちょっと、なんか終わった。あ、本当にそのタイミングなんだ。終わりました。マリアが当たったのと同時に335枚で終了です。そんなにうまい、ね、うまいこといかないよね。ありがとうございます。こんなに320枚。すごいね、3セットで320枚。だいぶ取ってるよ。そうだね、うん、だいぶ取ってる。だいぶ粘りを見せたね今日ね。久しぶりにトラリで差打つ可能性あるなと思って、ね、ほいほい。ツイッターでね、うん、私たちになんか質問とかありますかっていうね、お塩をかけたの、はいはい、見ました。見た、うん、リツイートをさせていただきました。そうで番組内にね止まったけど、うん、ちょっとみんなの質問を答えていこうか、答えていこうかなと思うのよ、せっかくなんで。そうですね。やめてくれ。あ、次よ。あ、この辺、うん、ここだ、はい、そんな質問、白い玉、あ、じゃあ白い玉どうぞ。質問に答えていこうと思います。せっかくなんで、はい、しずちゃんチョイスの質問で。じゃあまず私からチョイシングしていきますね。はい、結構ね、チョイシングいいな、いいな、いいかからなくて、まあ、大体私の言ってば適当だから。質問です。しーちゃんとマリはプライベートでお互いのお家に遊びに行ったりとかしますかとか、お二人はプライベートで遊んだりとかはするんですかっていう質問が何件か来てます。はいはい、まあ、家には行ったことないけど。ないね。普通に遊びに行ったりはあるね。
そうだね、遊びに行ったりとかはある、遊びに行ったり、うん、プライベートでも会います。ふざけた質問してるもん。ふざけた質問言ってみる。2人に質問です。最近お風呂に入ったのはいつですか。なめてる。うちらのこと舐めてる。いや、主に私の質問だよね、多分。いやいや、マリアさんもう夏はしっかり入りますから。入って、なんなら今日朝入ってきた。めちゃめちゃ清潔。清潔の塊ですから。でも朝もうめちゃめちゃになったから。汗でね。そうなの。それはしょうがないよ、暑いんだもん。ここです、うん、気候をつかしてください。マリアさん今から着きます。着きたい。 あるよ。もうちょっと頑張ってもらえれば着く。ある、君着ける。天才だ。行っちゃってください。いや本当行っちゃうよ。これはレア役引けば完璧ですよ。もう一段。あー、ちょっと待って。綺麗はね、ダメだね。まずいです。まずい、まずい。ま、とってもまずい。着きたいね。つかして本当に。今日10回着くのが目標なんですよ。1回しか着いてない。まずい、ちょっと待って。ふざけてないよね。10回着きたいとかそんなの。ふざけてないよね。本気だよね。絶対本気だよね。ここかな。いや、お願い。ああ、来た。大丈夫？ああ、安心。長く長く。スイカは結構の確率よ。レイクだったら 70% 復活ない。あるでしょ。復活ない。大丈夫、復活でしょ。だってベルでも30なかったら33なんかあったよね。あった。エアヤフはえ高いよね、これめっちゃ。なんでなんでそういうことする。今絶対当たったと思った。スイカ76%。今日薄いとこ引いちゃう日なんかな。76%。ごめん。あら、ジャギさん。あら、こんにちは。お、高額目だ。ただ、これは高額ではないんだな。違うのか。何も引いてない時に引いたから。ありがとうございます。よかった、天井まで行かなかったね。行かなかったね。相当値が8本。はい、8本です。中間報告。危ない反省神経でしょ。やらないと思ったやるよ。違う、もう本当バカなのよ、ね、私たちバカなのよ。すいませんね、バカとか失礼なこと言って、でも本当にバカなのよ。ちょっと熱いし形でもと思ったり、おかしくなってる。みんな涼しい気持ちになる。で、私が形出したところでみんなが涼しめるの、うん、涼しめる。熱中症対策に形がなるの、うん、それで飲める何を言ってるの。2、3杯ぐらい飲める。
言ったんですよ。アホだね、本当に。ただ出玉の方はね、ちょっと素直にはね、ちょっとまだ出てないっていうところで、ね、調子良かったんだけどね。いや、調子良かったんですよ。私も初当たり3回で、イエーアメリカンなノリになっちゃった。もう出せるかもしれない今。今ならで、なんか3回当たってるんですけど、はいはい、まあ、1回目単発とかで終わって、はい、まあでもプラスじゃない今ちょっとハマってます。そう、もう忘れちゃったのってことも。テンション上がっちゃって。暑さのせいです。暑さのせいです。で、私も、うん、2回初当たり引いてハマってしまいまして、はい、600何歩かなで、ね、やっとこさ、当たりを取れましたっていうところでの、はい、明日ですね。そうです。とりあえず1人1000枚、はい、1000枚目標で、はい、出すことができたら、まあ、クオカードプレゼントできるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ明日も見ていただけたらなと思います。お願いします。形から始まってのさ、最後の CM までのさ、もうテンションのこの上がりから、そんなもう無理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 、全然無理。形ごめん、人の形ピンク。ごめんなさい、もう最後お願いします。もう意味わかんないテンションなんで、ごめんなさい。低かったよね。頑張ろうとりあえず。